はいよ、始まりました企画会議。いやいやいや、テンション。2024年僕たち私たちは、はい、YouTube をさらに力入れて頑張りましょうと。なるほど。14万人おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。素晴らしいことですよ。すごいですね。ただ YouTube っていうのはもう一生走り続けなければいけない。そういうことです。止まったらダメなんですよ。マラソンと一緒やね。そうですよ。止まったらもう続けられない。どんなにしんどくても、はい、ちょっとでもいいからジョギングしろと、はい、動けと。ほんまにこのね、あなたのね、はい、継続力に頭下がりますわ。コツ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 。ほんまに。だって500本出してんやろ。そうやで。すごいな。すごない。この間ね、なんかたまたま YouTube の収益予想みたいなやつの最後が出てきて、うん、で格闘家ランキングみたいなのがあったんですよ、うん、でなんかその登録者数と収益の金額、はい、額結構まあ14万人か、はい、っていうのもまあそこそこ上なんですよ。でもその収益額、まあ、1位とかね、朝倉未来チャンネルとかそんなんなんですけどね、はい、ピュッって言ったら上位は何万かめちゃくちゃ上のところに福地ゆうとチャンネル出てるんですよ。やば。9位か8位でしょ。そうで金額総額、うん、1300万。え、1年で1年間年収が1300万。ちょ待って、ないこの YouTube で1300万をこいつ稼いでるんですよ。やば。あのね、いやほんまにね、言い方悪いからね。いやいや、あれショート動画のあれが入ってるんですよ。だいぶショート動画で回ったあの再生数が全部来てるから、あのまたまたほんまやって、やってね。すごいな。でもその1000何百万とかを稼いでるやつってこんな14万人とかちゃうんすよ、うん、何十万何百万みたいな、うん、やつらが、うん、そのぐらい稼いでんのに、うん、こいつ14万人で1300万稼いでるわけさ、うん、お前すさまじいな思って。俺ほんまにちょっと尊敬したわ。そう、頑張ってます。ショート動画、いや頑張ってるっていうのと、ほんまにでもないからね、こんな頑張ってるっていうのが一つと、もう一つ1300万のぐらい動画回ってんのにこんだけファンが少ないのもいやマジで逆転で、こんだけね視聴回数がいて14万人しかって言い方悪いですけど、はい、14万人しかおらん。魅力がない。魅力、じゃあ企画で魅力作っていきましょう。だってもうあの白川先生だって今回40万人でしょ。はい、もうすっごい倍以上やね。はい、ほんまに。でも多分 YouTube の収益はあなたの方が多いですよ。全然。そんなことない。すごい。福地ゆうと1300万。じゃあほんまに信じる人いるからやめて。いや、こいつはアナリティクス見たらそんなことないから、ね。いやいやいや、じゃあ真実はいつも一つです。じゃあこれ俺や。こんなかい。真実はこんなかい。それはそれ、俺の靴下だって3万8000円言うって信じる人いっぱいいたやから。ちなみにですね、これ YouTube だけ出てこれじゃないですか。福地さん道場で1000万ぐらい余裕で稼いでるんですよ。でプラスオンラインサロンとセミナーとか。パーソナルもやってます。はいはい。となると多分こいつ3000万ぐらいほんまに稼いでるし、ほんまに稼いでないし、これやったらほんまに税務署来るからやめて。税務署ほんまに来るからやめて。税務署ってあのちょカットで、あかんあかんあかん、カットあかん、ほんまにやめて。ほんま絶対カット、ちょほんまにカットで、あかん絶対あかん。こんなんカットしたらおもんないよな。企画会議、企画会議ですよ。どんな企画をやりたいかなと。なんかね、よく YouTube で、うん、やりたいやつだけやるみたいなあるじゃないですか。はい、俺がやりたいと思ったやつだけやる、はい、そしたら勝手に伸びるみたいな、はい、あれはもうトップですよ、はい、もう僕らレベルは、うん、ある程度伸びる企画も模索しながら、うん、ただその中でもちょっとやりたい企画、うん、これが一切やりたくないってなったらしんどいと思うんですよ、うん、はい、じゃあちょっとやりたい企画プラス、うん、伸びる企画っていうのを探していこうかなと思いまして、うん、いや僕ね思うんですけどね、このチャンネルをどうしたいのかっていうのによるんかなと思うんですよ。動画を出してまあその収益を目的にやってるわけですから。ああ、なるほどね。その要は収益を稼ぎたいから YouTube をやってるのか、その先のビジョンがあってやってるのか、うん、なんかこうこういうのに貢献したいっていうのがあってやってるのか、うん、なんかそれによると思うんですよ。なるほど。あれ、これ俺どっかで聞いたぞ、北川先生。ああ、同じことを言われてた。どうなんですか、そのビジョン的に。ビジョン、福地ゆうとチャンネルとしてやってるわけじゃないですか、はい、僕はフルコンタクトチャンネルとしてやってるわけじゃないですか、はい、僕はどっちかというと空手をフォーカスつけたものをやりたいとは思ってるんですよ、はいはい、自分の中で、はい、福地ゆうとチャンネルっていうのは福地ゆうとのことを知ってほしいというチャンネルですね。ですよね、はい、ってなるともっといろんなことやった方がええんちゃうのと思うんですよ、はい、モーニングルーティーンとか、まあ、5キロ大食いとか、5キロ大食いとか普段の遊んでるところとか、あとは例えば僕が結構気になるのは福地ゆうと今これが欲しい、あ、自分が欲しいもん何ですかとか。僕一個やりたい企画あるんですよ、はい、今年絶対これやろう思って、はい、2024年12月有馬記念100万円かけてみた。おお、これはやりたいな思って。100万かけんの。あの YouTube とかで
まあ、有馬記念の動画みんな上げてるんですよ、うん、でこれええな、うん、だ1年間競馬できるお金を貯金して12月29だからさそんだけさその何やろいろんな仕事をしてさやってんねやったら YouTube の収益1年間分を有馬記念にかけてみたぐらいのことを俺やってほしい。いや確かにだってねあれね結局そうやってやってるからああいうあの粗品さんですか、はい、もうやっぱりニュースになるぐらいすごいわけ。そうやね分かったそうしよう、うん、で10月29日みんな俺ら3人でライブでやろう。ライブで なんでライブでやんの動画撮らせろよ。いやいや動画撮ってるよ。ライブでいやでもなんかそういうのをバカげてることをやっていかんと結局最近なんかその守りに入りすぎてて思んないんすよ。でこの間ねそれ部分もちょっとまあ僕の先輩と話してて、はい、人間カッコつけたがりだなと、はいはい、違うと、うん、もっとクズなんよ、はいはい、人間っていうのはクズよ、はいはい、もっとクズの部分をさらけ出さないといけないなと、はい、だから有馬記念100万円いいっすよとか面白いやったら朝倉未来テキーラ飲めるって言うじゃないですか、はい、70杯、はい、本当に70杯俺でも飲めるのかとかねやるそういうのをちょっとテキーラテキーラ言うてるから、はあ、なんかやるとかいやなんかねそのね守りに入って道場内でこちょこちょ大人が戯れてるだけになってるの。確かにね。そうそれって良くなくてちょっと頑張ろう。だから今年 YouTube の収益毎月ちゃんとアナリティクス見させてもらって出た収益、まあ税金は一応引かしてください。あ、そうです。税金分はまあここあじゃあ半分にしよう。半分ね、うん、青か、うん、税金が大体 30% ぐらい取られるはずなんで、まあ、半分 50%、うん、出た収益の 50% を有馬記念にかけます。いや有馬記念貯金を押していくと。だってさ当たったらお前どうやらいことなんで当たったらどうやらいことなんで当たったらどうやらいことなんでやめろやめろ。いやいやいややっぱりそれぐらいやらんとさ、はい、見てる人も思うんだよ。福地言うとこの間おもろかったなって言ってもらえたらいいけどさ500万なくなったわえそんなの待って聞いた聞いた半分でやっぱ500万です。やっぱり1000万ぐらいはやっぱりそうです。1300万あのやちま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 ち全収益ですよやっぱ全収益やっとんな。ほんまないほんまないやっとんないやっとるな。今ここポロポロっと出てまったアナリティクス見せるよ。いやいやいいよじゃあなんかやろうや。何がフルコンさんもフルコンさん何やってほしいですか。時計売ってみた。時計は買うんよもう時計は買うもんない売るもんちゃうややこしたじゃあ1年間サングラスつけたらあかんとか大出ししもてるんよ。うわいくらで。いやそれはもうちょっと言わんといてください。うん百万でしょ、まあまあ、じゃあ4桁前やろ。えじゃあその動画撮ります。あ撮れないね。大丈夫です。あの買い終わった後撮りましょう。はいはい、買い終わった後、まあ、そうならいいですよ。うん、えじゃあ福住ともねもうそろそろ今年ぐらい車も買い替えなあかんし車買う企画とかいやなんかそういう企画やってほしい。あんなどんだけ金つこうねん。あんな汚いベルファイ乗ってる場合ちゃうやん。いいやんけベルファイ。実家の車やん。あれこいつ買ってんねんね。なあ、あれお前買ってんの。買ってますよ。そう、偉いな。実家に車置いてるだけで買いました。うん、そうやろ、はい。だからもうじゃ乗り換えなあかんやもん。あれ使ったん。あれね。でも5年前とかさだろ。で僕ねあんま車ほんま興味ないさ。興味ないんちゃう。乗れたらいいんすよ。あの言ってお前が興味あるとかないとかじゃ視聴者が見ておもろいかどうかな。急に俺にさ車に連れて行かれてそこで反抗さされるとか言ったらこいつらめっちゃおもろいなってなるやん。全然おもろない。いやいやいやうるさいな。全然おもろない。待ってガチの YouTuber や。そういう風にしていかんとなんかもうほんま最近ねどう生きておす福地です言うてる場合ちゃうんよ。なんかでもそれはおもろも思ってる。だからなんかからやめろ。ちょ なんかやろ。じゃあ僕はでもねやっぱり人が金使うとこってみんな好きやん。俺も見てまおうやん。みんなそうやん。ああそうやんな。でも人が本位になるとか金使うとか金使うとこと大食いを俺見てまうよ。大食い あんま大食いは見えへん。俺も大食い見えへんけどでも使わせんで。ん、まあ、そろそろねドラマだって今稼ぎ頭やから。そう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 。ピョンスもさピョンスはピョンスはあの犬2匹やってるから犬3匹いるで。犬3匹に、うんうん、エルメスの犬の服を買ってあげ俺あれやるわ今度。どれ。犬小屋に福中とかいたらいきなり犬小屋に福中とかいたら言うてもうてるやん。あかんあかんあかん。ずっとネットフリックス見とか。え、何犬ですか。海犬と海犬。海犬海の海ってあの海の国の信州の方の日本犬。小型犬ってことですか。中型犬。日本の中型なんですか。すんごい走るよ。海犬とランニングしてみたらそれやりや。いいえな。42.195キロ帰ったら一生止まらない。海犬と俺どっちが走れるのかって俺や。海犬対ヤバイヌ。そうそうそう100% 勝たれへん俺や。なんかね、なんかそういうのやろうよ。なんかもういや、あのね僕たちって
集まれるの少ないじゃないですか、はい、ね、うん、コスパがいいね、うん、なんかとりあえず1回来て4本5本取れるようにもうアテンドしてあげてるじゃないですか、うん、賞味ね、うん、何を何どういうことどういうことだから1回来て1日大阪、はいはい、大阪から東京来て、はいはい、それで1本だったらあかんでしょ。いやあかんでしょ、どう考えても。でしょ、はい、だから4本5本取れるように、はい、アテンドしてあげてるじゃないですか、コラボ相手こう決めたりとかね。ああそれはね、でしょ、いいんですか逆に。何がですか。1日1本しか取れなくなっても。いやいや、そんなことないです。僕は僕で考えますよ。ほんまに、はい、考えてくださいね、はい、じゃあそこの横で、はい、あのバックヤードを取るとかね。最初の頃や、小判詰め商法。あのちょっとあのそういう系行こう、はい、やりましょう。ということで、まあ、今決まりました。有馬記念は1年間の半分のシャーイ、はい、かけます。シャーイ。いやいや、それはやろ。それやらんかったら皆さん叩いてください、福中と。こんなん福中と嘘つき、福中と質問した。いやだってさ、お前もしかしたら勝つ可能性高いよ。今回どうやったん。あるか予想してて、ちょ2人で見てて、うん、負けた来た来た、あかーって。ほんと最後のこの差。あ、そうなの。この差で、うん、だからそれ燃えるやん。俺もじゃあその時はちょっとやったことないけど10万ぐらいやるわ。おー、うん、やったことないけど。別に重要いいよ、10万ぐらいやったちょっと待って、おー、じゃあ俺やるわって言おうと思ったけど、うん、半分はきついわ。ちょ、だって100万やろうとしてるんですよ。いや、とりあえずそれ後で考えましょう。いやいや、無理無理、100万とかしょぼい。ほんと、いやいや、100万無理無理無理。100万やった、100万しょぼいっていう、うん、あのもうね、感覚がやばいよな。こいつがやばいよ、ほんまに。じゃあ、100万ってパンチ弱ない、強い。いやいや、でも確かに俺もね、靴下つくときに、作るときに、まあ大手の企業さんに電話するわけじゃん、はい、いっぱい、はい、100万なんかどこも相手してくれ。これはね、もう一個丸つくとね、どこでも相手してくれるんだよ。ちゃうよ、それはもう仕事としてやろ。よし、おもろいの企画考えた。何？佐々木スポーツソックス、うん、あの1000万分注文してみた。ケツに火つけて必死ぬほど売りに行くっていう。ああ、それやりましょう。待って、ガチでそれしか売らなくなる。今度さ、街中販売とかも面白いんだよ。あ、佐々木スポーツソックスの、うんうん、街中販売、渋谷のど真ん中で売りさばいてみたとか。俺でもいけそうな気がするわ。マジで行ける。行きましょう。じゃあ、はい、フルコン企画もなんか考えましょう。ほんまに僕はまあ空手のことやりたいんで。じゃあ毎月100円かけてやってもらうとかな。じゃあ買った時計1日目で隅田川の端から端までこの絶対ちゃんと届いたらもらえる。もらえるか。まあでもやっぱり人がね、金使うとか人が苦しんでるとか、まあそりゃそうじゃないですか。みんなそれが面白いわけで、はい、あのさらば青春の光、あれはめっちゃおもろいな。あれめっちゃおもろいな。何？クズ系よね。クズ、楽屋泥棒で100万貯めてみたっていう。だから一人目がフルコンさん道場戻って、ちょ腹痛いね、道場戻りますって言ってフルコンさんの財布から毎月5万ぐらいパクられた。そうそうそう。それは本人気づくのかな。はいはいはい。で企画でやるとか、はい、ちょっとまあでもやりましょう。少しずつね、脱線していきましょう。はい、うん、ということで、なんもなんかな、収益半分でね。じゃあ楽しみにしてください。楽しいですね。動画上げのとこもおでしゃ。もうこれはやりたくないとか、はい、ここでくくられたりとか、ここでかくられたりとかしたときに入るの。